はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんにですね超絶ロマンコンボをお見舞いしたいなというふうに思っていまして、皆さんはこのラベロスタランチュラというモンスターご存知でしょうか。このモンスターね、結構面白いことしてるんですよ。このカードをマルチマンの方がね、このカードがモンスターゾーンに存在する限り自分のフィールドのモンスターの攻守が自分と相手のライフの差の数値分アップしますと。この方がこれね、このテキスト読んでて僕思ったんですよ。ライフ差めっちゃ開くデッキってなんだろうなと。これね、ダイノルフィアだったんですよ。でダイノルフィアって結局召喚権使っちゃうじゃないですか。展開に基本的にはダイノルフィアドメインとかフレンジーセットするからね、ここで。だから召喚権を使わないでラベロスタランチュラ出さないといけないと。いや、そんなギミックあると思ったんですけど、ありました。ご紹介しましょう。分裂するマザースパイダーさんです。あ、デッキ内にゴミめっちゃ増えるけどね。デッキ内にゴミめっちゃ増えるんだけど、そのマザースパイダーとベビースパイダー、この2枚が入ってる場合、まあ、分裂するマザースパイダー何もモンスターがないと特殊ができるんですけど、これリリースするとデッキがベビースパイダー3体特殊ができるっていう効果あるんですよ。まあ、ウララも踏むし増殖も踏むから正直ネタレッキなんだけど、このカードの効果で一応レベル5にベビースパイダーがなって出てきて、でこれ自分も1体リリースするとフィードのベビースパイダーのレベルがなんかレベル分上がるっていう効果ありましてね。だからね、レベル10を2体用意できるんですよ、これ。マザースパイダー使うと超換気も使わずにね。で一応エクシズモンスターしかエクスデッキが特殊はできないっていう効果あるんですけど、これエクシズモンスターしか出さないんで、そのターンはなんで、この縛りもあんまり気にならないということで、ベビースパイダープラスドメインとかフレンジーからありえねえ打点のラベロスタランチュラとありえねえ打点の、まあ、ケントレギナおよびレクスタームを、まあ、用意すると。でこれ、まあ、いいところは結構その下級モンスターがやっぱ横に残ってて、そいつをぶん殴られて負けるとか結構あるんですけど、ダイノルフィアって下級モンスターの打点もありえんレベルで強化されるんですよ。なんかそのラベロスタランチュラって全体強化、全体強化なんで、全モンスター強化なんで、だからね、なんかね、なんかテリジアの打点がね、なんかね、6000とかなるね。テリジアの打点6000みたいになって、マジ強いみたいになるから、ちょっとこのコンボをちょっとお見合いしたくて、デッキ組んできたっていうだけです。はい。ちなみにこのデッキで、ドロールとか、自分がドロール踏まないからさ、もう手札に加える効果ほとんどないからさ、なので、まあ、ドロールを、がっつり入れて、相手の増殖とか、あと、相手の展開とか、をドロールで止めるっていう、構築に、しております。はい、あとはもうライフを減らすね、強いカードをいっぱい入れて、すごい打点のケントレギナとレックスターム並べていきましょう。デュエルスタンバイ。いや、最強の手札来た。最強や、最強や、マジで。マザスパー爆弾。いや、なんかある。マザースパイダー効果。ちょ、マジでね、こいつが引けないんだよな、マザースパイダーが。特にサーチとかねえからさ、スモアとかぶち込むしかないんだけど、まあ、増殖 OK。これは、墓穴引いてるので、ただ引いただけケアして、引いただけおじさんケアして、いやマジでね、本当にね、これね、納金を再現するのに余計なねカードがデッキ棚にめっちゃゴミ入ってるからさ、ベビースパイダー分裂、おいおいおいベビースパー効果で自身リリースすると周りのやつレベル10にする。で、ラベロスタランチュラを出していく。こいつはね、お互いのライフ差分だけ、フィールドのモンスター打点がアップするよと、攻守がアップするよみたいな効果なんですけども、これしたかっただけなんだよな。マジでこれがしたかっただけ、本当に。さあ、分からしていくぞ。分からしていくからな。何？拮抗勝負ですね、これ。ちょっと待ってくださいね。向勝負はやばいか。いや、これ神戦で向こう勝負か。大丈夫だ、大丈夫、問題ない。なんならライフポイントが減ってラッキー。よし、黙れ。2枚やめてね、拮抗2枚は効いてない、マジでやめてね。さあ、拮抗勝負向こう。よし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 、バトルフェーズ放棄 OK。 4000打点、4000、4000の雲できた。なに強っ。裏の声、裏の声、裏の声。いや、来ないか。まあ、いいだろう。で、これで、インタクトはまあ、いっちゃうけど、まあ、問題ないでしょう。
なんか相手全部パケーカード入れすぎじゃない。でまあとりあえずね、あのデッキ内の融合で、まあ、占って言われたらインタクトあったんで大丈夫ですねこれ。はい、でケントレギの爆弾8000やば8000やばくない、8000 8000の激ヤバ女来た、さすがにやばい、8000はやばいだろ。ブランドロール、何珍しいデッキ使ってんな。ケントレギの効果使うか。とりあえず、まあ、打点1000以下のモンスターの効果を発動させないようにね、しておきましょう。これとこれ、うおー、融合召喚現れろ、ダイドルフィア、レッグストーム、オーラーなになに、わからんわからん、マジでわからん、プランドロール、マジでわからん、ワンピースで来た、これがやりたかっただけなんだ、ほんとに。あ、ちなみにラピュラス・タランチュラ君がいるとね、相手が特殊化するとなんか600ダメージを相手に与えるっていう、なんかうんこを投げつけるみたいな効果あります。はい、あ、これ大しありません。ちなみに今相手1000以上のモンスターのライフポイント1000なんで、僕今1000攻撃力1000以上のモンスターの効果の発動ができません。はい、で君の効果も発動できません。だからメルケ号効果発動できない、ザワーだん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 、おい、何もできないこれがしたかったわけだね、マジで。エンドフェイズ、はい。で、さらに、君もう500以上のモンスターの効果発動できんからよろしく。金剣。金剣は、あれだな。ちょっと、いまいちやな。攻撃表示に変更。待って。ちょっとさ、メルケゴーくんのさ、メルケゴーくんの破壊耐性がちょっと、うざいんだけど、これで一応こうして、そうすると1回耐性が付与されて、るので、これうっとしいな、このなんか身代わり効果、身代わり効果発動する効果じゃないからさ、あれなんだよな。でもこれ殴るか、いや、これこうして、でこれこうして、で取り除いて、はい、で対象とするモンスターをケントレギナにして、これで抜けるか。はい、はい、13000やばすぎすげえマジで。で素材届かれる、はい、そんな耐久しても意味ないですよ。なんでかって、こっちの盾見ろよ、こっちの盾見ろ、9550、13000、6550、これが脳筋クモダイドルフィア対戦、ありがとうございました。あ、まあそういうことになっちゃいますよね。まあ、そうなっちゃうんですよね。やっぱね、このベビースパイダーがね、マジでね、めちゃくちゃ手段に来るのよまあネタレッキだなっていう、はい、まあそういったところ、ガジェットゲーマー、はいはい、テレフォン、ガジェットトレーラー、オルカの埋葬、あ、終わりました。遊戯王終了のお知らせ、あー、終わりました、終わりました。たった今遊戯王が終わったことをお知らせしますいや、このテレコンとかいうもさ、マジ強いな。なんか最近ね、動画に、最近って言ったら結構前かもしれないけど、動画にしたんですけども、なんかテレホンループがなんかと増殖する G とドローランドロックバードをなんか完全に貫通して先行暗記してくるという話でね、自分でドロールってくるらしいからな、あの時ね、やばいよね、普通に終わってるわ。まあ、妖刀竹光はさすがにきついな。お前のサイクロマチゼロ出るようにしろ。なっげえな、お前これタイムアウトするんじゃないか、お前相手。タイムアウト負けやろ、マジで。古神クトグは、激ヤバモンスター、エクシーズモンスターの素材になったらなんかワンドローみたいな効果ありますね、彼は。なんか古神クトグはとかいう、なんかよくわからないことが起きてるけど、これ何、これ何がしたいの、これ。マジでわからん。何置き？デュガレス、はい。なんかこれなんかあれか、送りつけアルティメットモンスター送りつけムーブが開催される感じ？これなんかマジで見たことない展開してるな。はいはいはい、でデュガレス送られる、これなんかあれだっけ、なんかアイティメットモンスター参照するみたいな効果あるんだっけ？ゼアルコンストラクション、はい。ランクアップマジックか。じゃあ、なんかあれかな、なんだっけ、
なんかさ、アトランタルのなんかランクアップ先みたいなやつ、なんかよくわからない効果してるな。相手のフィールド上のなんかナンバーズパクるみたいな効果だっけ。ちょっと頑張ってんだけど、カオスアトランタルが一旦一度アティビティのモンスターって選択して装備する。はあ、はあははあ、はいはいはい、なるほど。ナンバーズモンスターをすべて墓地送ると相手ライフを100にする。やば、ちょ待て待て、やべやべ、なんかライフ100にされた、ライフ100にされたんだけど。きっしょきっしょきっしょすぎんか。きっしょ、僕テクだからカード発動するためには500円払わなきゃいけないらしいっす。でライフ100と、なるほどね。セットもできんと。一個言っていいか、そんなことしてる暇あったら先行バッキリしろよ、マジで。そんなことしてる暇があったら先行バッキリしろ、バカ。誰が、なんだその効果、何やねんその効果、最後の効果何やねん。